はい、皆さんこんにちは。今日は4月発売のトミカの新しい画像が公開になったので、最新情報の方をチェックしていきます。最新画像の方は4月発売のトミカプレミアムのところだね。そちらのページの方を見てみます。はい、4月発売のトミカの一番の注目車種だね、トミカプレミアムのランボルギーニディアブロ SV です。通常版と初回特別仕様のこういうカラーリングの画像は公開されてたね。で、今回新しく画像公開になったのがこの部分です。じゃあ一つずつ見ていこうかな。まずはここだね。アクションの部分の左右ドアの開閉画像が公開されました。ディアブロといったらシザードアだね。通常の開き方ではなくてシザードアのようにちゃんと上の方に開くようになってるんだね。こんな感じで開いてほしいなと思ってた期待通りの感じになったね。で、リトラクタブルライトの開閉も画像公開されてます。開くとこんな感じなんだね。で、違う角度から見るとリアの部分はこんな感じになってます。なかなかテールランプ周りとか良さそうだね。ちょっと見づらいけど、この辺りのマフラーの部分もしっかり作られてるみたいだね。リアのエアロの部分もいい感じになってます。で、違う角度をもう一つ見てみようかな。正面から見るとこんな感じなんだね。すごくかっこいいね。で、違う画像の方はこれがパッケージの画像になるんだね。通常版はイエローのカラーリングになってます。で、その他のところを見ていくと、発売記念仕様の方だね。発売記念仕様のリア周りはこんな感じなんだね。形状自体は通常版と同じかな。で、もう一つ違う画像の方はこれが正面の方かな。オレンジのボディカラーもかっこいいね。で、その他見ていくとこんな感じかな。運転席側からの正面の角度はね。で、左右ドアの開閉とかリトラクタブルライトの開閉とかこんな感じですごくいい感じになってて、ホイールの部分もかっこよさそうだね。シルバーとブラックでいい感じになってそうだね。で、もう一つ違う画像の方を見ていくとこれかな。発売記念仕様のパッケージはレッドだね。で、ホームページの下の方を見ていくと、アクションの部分を見ていくとライトの展開、収納、左右ドア開閉って書いてあるね。で、ここの画像にあるみたいにリトラクタブルライトの展開はこんな感じだったよね。で、左右ドアの開閉もシザードアの開閉だったね。で、あとここに収納ってあるけど、これは何なのかな。これは買ってみてからのお楽しみなのかな。ちょっと画像の方には出てないような感じになってます。で、もう一つ画像公開になったのがトミカプレミアムの日産シルビアだね。これも新しい金型で当時のデザインが再現されたトミカだね。一つ一つ画像の方を見ていくと、正面のところはこんな感じだよね。リアの部分はテールランプがレッドのクリアパーツでできてるんだね。リア周りも当時のデザインがしっかり再現されてるような感じになってるね。で、ドアが開いた感じはこんな感じなんだね。これは通常の左右ドアの開閉と同じ感じになってます。で、もう一つ画像を見るとフロントの方だね。この部分見ていくとヘッドライトの部分はクリアパーツになってて、真ん中の部分のこのシルビアって書いてるこの辺りのグリル周りもクリアパーツになってそうだね。で、パッケージの方はトミカプレミアムのブラックのパッケージになってます。こうやって見るとホイールの部分も当時のデザインがしっかり再現されて、ちゃんとボディカラーもツートンカラーだね。ちょっと画像からは分かりにくいかもしれないけど、この辺りのサイドのモールみたいな部分もしっかり再現されてるのかな。この辺りも買ってみてチェックしてみたいと思います。で、4月発売のトミカのその他画像が更新されたところは特になかったね。
ジムニーの通常版初回版も特にデザインは変わってないね。で、いすゞサイン化の部分も特にここも画像更新はされてないみたいです。よく見るとこの辺のいすゞって書いてあるこれはシールなのかな。できればプリントになっててほしいね。はい、今日は4月発売のトミカの画像更新になった部分の最新情報をチェックしてみました。期待通りドアのシザードアの開閉がこんな感じになってて、リトラクタブルライトの展開もこんな感じで更新されてるね。で、ドアの内張りとかはしっかり再現されてるというよりは細かなデザインで再現されてそうだね。こうやって見ていくと期待通りのデザインになってるね。ということはやっぱりこの発売記念仕様とかっていうのも争奪戦になりそうだね。今回画像確認してみると期待通りの作りになってそうなので、通常版発売記念仕様両方とも手に入れたいなと思ってます。で、4月発売のトミカは2月下旬ぐらいから予約が開始されていくので、そのあたりもチェックしていきたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。